FM Naha. Your radio station. まさかや、沖縄好きの沖縄好きによる沖縄好きのための居酒屋風ラジオ。ハッシュ。この番組はもっと沖縄が好きになる居酒屋自慢や水道一筋50年ライフラインを守ります耐震工業よもぎ虫エナジーリラクゼーションまかり沖縄ディープな沖縄情報サイト沖縄リピート那覇市西町マグロ料理専門店明日未来マキシ郵便局向かいの楽しい韓国レストラン沖縄プリズン以上各社の提供でお送りいたします。さて本日も国際通りやタイムラ島跡宛てで飲んでいる亭の茶番劇からスタートいたします。本日はどんなお話が聞けるのでしょうか。いざらじスタートです。腹減った。飲もう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 。ケンジもさ東京から高博ケンジ来てくれてるからもうさ お笑い芸人でしょ。そう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 売れない売れない笑い芸人まだ若手まだ若手うん、高弘源氏です。よろしくお願いします。じゃあ乾杯しようか。高弘源氏ね、M1 取れるように。ね、M1 取れるように。映ってる？映ってるってなんだよ。ガラスにだろ。大丈夫、ガラスに。はいはい、それじゃあね、はいどうぞ。はい、高弘源氏に乾杯。乾杯。高弘源氏といえばやっぱあるあるネタだよね。そうだよね。どういうこと？あるある探検隊ってやつ。うん、あるある。ああ、まあね。何あるあるだった。面白いの。YouTube で見たことある。あ、そうなんだ。ひどいよ、ね。ひどいですね。うん、あでもあの初めてやったよ。すごいよね。オープン当初から毎年来てくれてて、もうね、来た写真今日こんなでね。ねえ、本当だよね。まだちっちゃからお酒も飲めなかったのにね。そう。何年やってんだようちは。本当だよ。まだ3年ですけどもね。尺がおかしい。いやでも3年の歴史を感じるね。こうやって来てくれるとね、嬉しいね。わしかも今日誠司さんがちょっとあの仕事の LINE でやってたように、うん、あのつながり？つながり。ケコが例えば知り合いになって最初お客さんとって、うんうんうん、ケコがいる時に来てくれるとか、はいはいはい、そういうのにも感謝。ケコさん今日出勤っすかみたいなね。そう。もうそれが嬉しいよね。本当に。これが一人二人じゃないからねうちはね、うん。そうだ、みんなにあるじゃない。みんなそれがあるからさ。うん、すごいよ、ね。素晴らしいわね。誰なのオーナーは。すごいよ。誰だ誰だっけじゃねえじゃん。ということで今日から運慶ですよ。はい、あ運慶ね。あそっか。何よ。お盆は、ね、お盆なの今日から。沖縄は、うんうん、お迎えの日なんだよ ね、うん、今日あのコロナ禍でほらうちなんちゅう君だけじゃない。はい、はい、運慶ジューシー食べますか。いや何してればいや何してればお母さんが何も言わなかったさ。ああ。これちょ行かないといけないなと思うんですけど。ジューシー食べないといけないでしょ。ねえなんかそういう。実家つたって下だろ。そうですそうです。じゃあ大丈夫だね。毎日行けや。毎日行ってますけど。でもなんとなくさ暑いけど涼しくない。もう秋めいてきました。秋めいてきたよね。新都心公園なんかね本当にねあの昔あったじゃないですか。うん、隣の。ね、人あの隣の人ね知ってんなと思ったの。あなるほど、ね、なるほど。あの鳥っていう映画あったでしょ。あヒッチコックの。そう、うん、ヒッチコックの、うん、ピースエースコックみたいに言わないで。ヒッチコックでしょ。ヒッチコックヒッチコックそれエースコックだからヒッチコックの裏かましいわ、うん、鳥みたいなやつ、うんうんうん、ぐらいトンボがいるの。あーこの前子供たち、そうそううちの子たちがネイルちゃんたちが捕まえてたね。トンボのオスメス判断して逃がすっていうね。すごいね遊びね、うんうん、すごいらしい。神々の遊びみたいだね君はオスファーパタパタパタ君はメスファーで、ね、そうかもう秋なのね。全然暑いんじゃないですか。まあでも1週間前ぐらいから感じてるもうちょっとあ秋来てる。あ本当、もう1回ぐらい暑くなんない。なるよ。なるんかい。全然なる。12月ぐらいに夏だなこれっていう時あるもん。ありますね。あるある。半袖着てるもんね。それでも沖縄だよね。そうだね。
で台風はどうなってんの今？西日本の人は戦々恐々としてますよ。そうだよね。すごそうですね。西日本ちょっと今年はね、うん、いかんね、うん、なんかちょうどさ高気圧か低気圧どっちか分かんないけど、うん、の関係でさ沖縄じゃなくてさ九州と奄美のあたりをこう行っちゃうじゃない、ね、はいはい。だから沖縄今年逆走したのあったじゃ ん、 なんか ありましたね反対からね。本当に東京どうよ、まだ暑い？涼しくなりましたね。ああそう、あ涼しくなった。今二人ともここ二人は東京吉本なんだ。東京東京そうだ東京吉本だよね。ああそう高知、高知、うん、あらなあねっつって僕四国か、俺香川なのよ。うん、すいません乾杯って意味わかんないけど、まあまあまあ、四国4県でね仲悪いからね。あそうなの、うん、そうなの、仲悪いのよ。いやうちがっていうみんなが思ってるから。あでも出るとねやっぱあ四国うえってなる、なんとなくね一応ね嬉しくなっちゃうね、うん、そうかそうか。和飲みの和飲みはどう最近？いやもうすっからかんですよ。いやちょっと待て和飲みっていうね3店舗目を彼が、お蕎麦屋さんをね、お蕎麦、日本蕎麦の店ね、うん、美味しいんだよな。うまいんだよ ね、 ね料理人さんのリピートさんが多いの。あ、そう、あそれ嬉しいね、うん、やっとできたこういうお店って言われる。あ、本当ありがてえ、素晴らしいね、うん、いやでも日本酒飲みながらつまめて最後蕎麦でって締めれるお店ないじゃない。そうだよね、なかなかないじゃない。でもね本当に那覇だったらって思う、うん、私ほら行きたいじゃん、うん、何とも言えないけど、ね、那覇だったらいいのになって思う。ちょっと行くのにこう厄介じゃない。 よっこいしょがいるからね。よっこいしょがいるからね。いやでも今後ぜひね、いやでもね、あの、うん、思いますけどね、うんうん、ファン層が広がるってこういうことだなと思いますよ。はあ、はあ、だってその僕が持ってるパイで商売するし始めるのは、うん、いや簡単なことじゃないけど、うんうん、できなくないですよね、うんうんうん、見込めるというかね、うんうんうん、でもやっぱりこう裏添えでやってどうなんのこれみたいな、うんうん、今日お客さん来んの本当に、うんうん、みたいな毎日が、うんうんうん、たまらんっすなんこのドキドキ感が、ね、たまらんっす。チラシを折る指にも力が入るよね。本当だよね、届けこの思いみたいな。あなるほどなるほど。でも大変だね、新しいお店をやるって。楽しいけど大変だね。いや楽しいしかないっすよ。あじゃあいいね。僕は多分性分なんでしょうね。そうだよね、あるじゃない、チラシ持ってたりとか投函したりとかすると、はい、いやこういうのを新聞屋さんに言ったら入れてくれるよとか、うんうん、投函する業者さんいるよとか、うん、そうじゃねえんだよごめんね、もうちょっとお付き合いください自分でこのマンションにそば好きいそうだなとか思いながら配るのが楽しいんだよって。そうだよね、うん、さっきもね、あの実はあと3人でさポスティング行った？違うわよ3人で話してたんだけど、せいじさんは回遊魚のように動いてないと、うん、死んじゃうんだよねっつって。死んじゃうんだよね、ね、あれふーちゃんじゃないあらむーちゃん、ね、ノースリーブで、ノースリーブであら若いわね、ね、本当にね、あれだ、ひ紐の水着をブラにする着こなしのやつじゃない？何言ってるいるじゃん女子で透け感出してさえ、スケスケブラじゃねそれ、いい水着です、どっちでも一緒だわそんなに透けてたら。お前は今日はどうした、何かあったの？知ってるくせに言えないからやめて、電話かかってきちゃった、ちょっと待って、うん、電話かかってきちゃった電話てて、本当にびっくりするから、本当いつものことですからね。いやいやでもいいな、東京から来て、うん、離島に行っていいね、で帰れなくなって台風で今日あの波が高かったんだよね、船止まっちゃって、そう、本当は昨日から阿国に行く予定だったんだけど、あそういうことか、そういうことか、今日また一泊こっちになったから、うん、こうやって島跡あたりに飲みに来てくれてね、まあまあね、暇な時に来るとこだよね。そうだねうちは、うん、そうそうそう、暇な時間が空いた時に、時間つぶし、時間つぶしですよ、時間つぶし、人生の本当にたわいもない時間つぶし、そうなの無駄な時間を ね、うん、でもほら無駄な時間が濃い時間になるから、あらうちの店に来たら、あどげん、あよか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 じゃあまたほら乾杯しようよ、しようよ ね、乾杯ね、はい、それでは頑張っていこう、うん、乾杯乾杯乾杯。
おばあちゃん家で親戚や知らない人、泣いてる子、飲んでるおじさん、なんか心地いいさね。そんな場所があるよ。内緒だけどね。沖縄がもっと好きになる居酒屋自慢や。お、浦井沢です。スカパラじゃん。そう、はい、大好き、ね、いいよね。ラジオ聞いてる人にね、今スカパラダイスオーケストラの俺映ってんのか、今日世界地図が流れているんですけれども、あ、もうウライザー始まってるもんね。ウライザーとはありがとうございます、はい、説明しよう、はい、ウライザーとは、はい、全部してくれるんじゃないの今ね、ユーストリームで私たち映ってますけれども、うん、あ、伝わったかな、ユーストリームね。あー、なんでだよ。で、ラジオではこの曲が今流れていますけれども、ユーストリームでは著作権の関係でスカパラね、うん、曲が流せませんので、うん、裏のイザラジで、ウライザー、オレンジがどうのこうのでしょ、オレンジがどうのこうので違う曲だね、違う曲、ね、完全に違う曲ですね。世界地図という曲が今流れていますけれども今日はね、東京からあのリアル島跡宛ての、自慢屋のお客様、ケンジとタカヒロが来てくれてます。ケンジとタカヒロね赤いなケンジ。はいどうもー。はいどうもー。ケンジ&タカヒロでーす。面白い。ひねりないですね。そう。いや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 。いいね。秋めいてきたよ。秋めいてきたよねー。なんとなくねー。本当に今年雨なかったですね。本当よね。空梅雨だったよね。数日しか降んなかったもんね。でも東京もそうだったでしょ。ね。台風って言ってもうなんか雨降らない時もありませんでした。あったあった、てか風が吹かない時もあったよね。暴風域がない台風とか知らなかった。そんなのあるんだよ、台風直撃って言って全く何もないんだよね。ずっとメカ、そうそうそういつ来んのいつ来んのみたいなね、そんなのばっかりだった。ありがたいけどね、でも波がね、そう、船が出ないもんね。そうなんだよね、波があるとねいつまでいるんですか。日曜日に帰られる。その頃にはもう台風なさそうですからね。まあ、新たなのができてなければいいけれども、ね、すごいなあ。帰れなくなった時とかあります？え、大丈夫なんですか？仕事は何してるの？芸人以外に。アフターファイブでしょ。公務員的なやつだ。ね。でアパレル、アパレルね、ハウスマヌカンだ、うん、懐かしい、ヨギルのね分かんないから、年齢的に他に、他に、あと彩香とチカと、茜、3人、女の子がいるのよ。でも、学生時代から仲いいの。最初の職場が一緒だったのかな。そうですね、アルバイトがチカと一緒で一緒だったよね。で、その5人が仲良くて、それないの、なんかもつれた、こういう、そうそう、ビバリーヒルズ白書的な。でもないよな。へぇ、そう、そんな健全なのないよ。なに平成はそうなのすぐうちらだったらね、昭和、昭和、そこに子供が生まれるでしょうが。昭和エグそうっすね、マジで。いやでも本当になくて、でももう本気で喧嘩したりとかするわけ。へぇ、自慢屋で飲んでたの、飲んでたら彼が酔っ払いすぎて、あの水をさ、これはあのすごいなんだ、幻の青森だからって言って飲ませたりしてたのよ。ラベルのないビール。それはどういうリアクション。ウライザー終了です。うわー、どうしようかな、水がポタ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 持ってるよ。こんなことで水道屋さん呼ぶのもな、気が引けるしな。そんな水臭いことは言わないでください。それでもヤンバルの水は減ってます。すぐに修理いたします。水道一筋50年、ライフラインを守ります。耐震工業。イサラジで水曜日、今週も始まりました居酒屋風ラジオイザラジですが、本日8月22日、記念すべきね、ね、せいじさんの、娘ちゃん、ねいろちゃんのお誕生日です。何歳？7歳。
もう7歳生意気ですよ。7歳背も伸びたよね、ネロちゃん。伸びましたしね。はいはいとか言うんだよね。お父さんにね。そう。でも昔ちっちゃい頃からおしゃまさんだったじゃん。ねえ、ね、どうなんでしょうね。かわいいね。かわいい、たまらんす。流星くんは、流星くんは9月1日。うん、おー、じゃあ近いですね。まあ生意気ですけどね。今、まあ、流星は面白いですよ、ね、5歳。3歳。あ、そっか。次4歳。次4歳か、うん、そう。早いな。4年も生きてんのね。ほんとねいや、素晴らしいな。君たちだってな、その年になるには な, な, なんでどうしたの。ご両親がどんだけの苦労をしてたな。なんなの、だらしない人生送りやがって。今日会ったばっかしでしょ。そしてスタジオにはね、はいはい、そのリアルシマートアテのお客様ケンジと高弘が来てくれてる、ね、なぜか知らんね、せいさんから説教を受けるっていう。本当になぜかわからない。離島離島つって本当バカが。ちゃんと結婚しろ結婚。ね、そうだよね、そう言われるよね。親戚からね、うん、ということで今日はね、ゲストがいないのでまた先週に引き続き、うん、先週は、切ない恋バナということで3人で披露させていただきました。結構ねリスナーの方から面白かったと。あ、そう、面白かった。やっぱり俺たちのむきみが大事なんだね。むきみがね、むきみ感が大事だね。そうだね、殻ね、むいたからね。だから今日は、まあ、夏休み中だし、夏休みの思い出を語ろうかなと思っているんですけれども、どうする、私から行く。いいよ、ちょっと BGM もあれかけて、夏の思い出。ナイスナイスナイス。あ、じゃあ2人ちょっと歌っといてほしい。歌おうとしてるから、ケンジが。スナップでどうにもならないでしょ。私ね、中受けてる受けてる、うん、中学校の時、うん、彼氏がいまして。ちょっと初体験の話とかやめてよ。むきみすぎるから。え、そっちにする。やめてよ。あのね、夏休みに、その頃ちょうどさ、私あの北九州だったので、あのアスレチックっていうのが流行ったの。わかる、フィールドアスレチックっていう。わかるよ、なんか。わかる、あの木でできた網とかね、いろんなこう、うん、公園を外堀がこうぐわーっとアスレチックみたいな。そうそうそう、わかる、うん、わかんないわかんない。木でできたこうブランコみたいなのをこう渡っていったりとか。そうそうそう、結構難しい、なんか網をこうなってるところを、沖縄でなんとかアドベンチャーみたいな。そう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 、あんなのの公園どころじゃない、すごいでっかい立派なのがあったの、はいはい、それが流行ったわけさ、私たちが中学校の頃は。もうちょっと夏休みといえば部活のメンバーで行ったりとか、はいはい、そこに彼氏と行ったわけさ、ターザンロープとか、ね、そうそう、あるあるある、はいはいはい、で、その時にプールにこう丸太がこう浮いていて、つながってんだけどね、等間隔に。でそこにこう落ちないように、沈んじゃうんだよ、ずっと乗ってたら。落ちないようにトン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 って走ってて、はいはいはい、忍者バスみたいな。わかりますよ、わかりますよ。それがあったのよ。うん、でもその風雲竹事情みたいなやつ。そう。それもわかんないかもしれないけどね。笑ってます。わかるのかな。で、それに、やろうと。でも私はもう やめなよって、スニーカー履いてるし、いくら行けたとしても濡れるから。方言だとどんな感じ。もうやめりっちゃ。濡れるやんそれ。やめりっちゃ、ね、やめりっちゃってね、言ったんだけど、ほらやっぱかっこいいとこ見せたかったのかな、その彼がね、13歳、4歳ぐらいのね、はいはいはい、大丈夫よ、大丈夫ちゃう、大丈夫ちゃう、俺行けるけん、行けるけん、で、まあ、分かった、じゃあ結構行こう先にっつって、結構バーって結構行ったんだ、行ったの、行ったのよ、でももうスニーカービチョビチョになって、あ、やっぱ濡れるの、濡れるの、でビチャビチャになったけど、そのプールの中の水ももうドブのようになんか緑色なのよ、汚い、分かる、ね、でも行けたわけよ、楽勝だってよっつって、彼がそのよしよ、じゃあ俺行くよって言ったんだけど、そのみんな思ってるように沈んじゃったのね。お行けなくて滑って、全身その緑の水に、ね、ドブ臭だ。そう、もうそれからさ、その落ちていく時の苦笑いの顔が忘れられない。切ない、切ないでしょ。で上がるんだけど、シャワーとかももちろんないし、ないもうとにかく乾かすしかないのね、日光。うわ、そしたらもうあのグリーンの香りが臭いのよ。臭いよ。そう、そんな思い出。そのスカルトはその後、まあ、2年ぐらい付き合ったかな。すごい、2年ぐらい付き合ったけど、もう別れるよね、高校になったら。ああ、別れて、別々の高校行って、別々の高校に行って、もうみたいな匂いがするんでしょ。もうみたいな臭い匂いがするわけよ。引くよね、やっぱり。引く結構行っちゃったから濡れたんだね。そう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 、いや、まあ優しいね、多分男の味方なんだね。なんだそれ。急に。そして次は、あ、じゃあ僕言って、はいはい、僕の話じゃないんですけど、本当に振りでしょ。いや違います、いいよ。
僕部活をやっていて、うん、そのテニス部テニス部、うんうん、みんな童貞だったんですまたそんな話またそんな話なんですけど、うんうん、でまだスマッシュ決めたやついなかったね一人、うん、その時に彼女いたんですおその夏休みにおである日聞いたら最後までになったとおマジかみたいな中学生でしょいやいや高校生なんですけどマジかみたいなでどうやってその例えば変な話キスまではしても普通にパッてやっても、うんはいはいはい、最後まで行く行き方が分からない、うんまあ、どんなやったのみたいなのしたら、はいはい、全然簡単だったよって言ってあ、うん、じゃあどうしたのどうしたのみたいな言ったら、うん、まあ2人でなんか公園に行って公園、うん、そう、うん、で帰り道になんか伸びをしながら、うん、最後までやりたいなって言ったらいいよって言われたって伸びをしながらのところがポイントだよね。そんなんでできんのみたいな。すごいね。そいつはだからそういう風に やるもんだろうみたいな。言ったんですけど成功してるから。みんな成功事例だから。最後まで成功した後にもうみんなからクソいじられる。そうだよね。お前のそんなんじゃねえわ。ひどいよなお前の最初っつって。そういう夏休みがありましたっていう。でも伸びをしながらちょっとこう肩をこう組むとか。あるある。男子あるよね。こう。あそう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 。ね。それで何も言われなかったらあキスいけるかなって思うんだよね。そうそうだから、うんね、言うんかいっていうね。うん、あ最後までしたいなみたいな。言わないよ ね, 普通はね。ストレートすぎちゃってね。そうだよね。はずいはずい。はずいはずい。いやすごいやつですよね。すごいな。そうか3人目で俺か。うん。夏休みの思い出ね。うん、いっぱいありすぎるんだよねせいさんはね。あのさ、うん、あラジオ体操あった。お6時から行ってたよね行ってた行ってた、うん、今6時でした7時じゃないっすっけ6時半かな6時半な、うん、それぐらい6時半だスタンプカードでも6時ぐらいから行くんだよねもうねで近所にいたやつ集まってきて、うん、で6時半になったらかかってみたいなね終わったらハンコ押してうん、うん、そう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 ね、うん、やるじゃない、うん、であのラジオ体操のカードがあったじゃないあったもう全国共通の、はい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 、変な男の子の絵のやつあーそこまで覚えてないなちょっと今ググってうん分かったそれを首から下げて、うん夏休みの最初から最後まで毎日行ったら解禁証みたいなね、うんうん、でそれを学校に持っていく提出して、うん、あよくやったねと今思えば、うん、あんなの絶対行く必要なかったなって思うけどその義務感というかね、うん、行くじゃないですかなります、ね、今ないんだってねえなんか行かなきゃいけない行かなくてもいいんだってあ行かなきゃいけないだったじゃんラジオ体操、うん、親が行ってくださいあんたって、うんうん、バカなこと言ってんじゃないよっていうね、うんうんうん今ないんですよ、まずうちの子行ってないしこれその子その子ほら、うん、それそれそれその子のマークのカードがねあったでしょこれでしょ今もラジオ聞いてる人も調べていただきたいねこのね可愛らしい可愛らしい今これの T シャツちょっと欲しいな欲しい作ろうか、ね、作ろうか多分権利フリーだと思いますあ今のうちだね今やでそのカードをね、うん、押してもらって行ってた僕も割と真面目だったから行ってたんですよ、うんうん、するとねある日ねカードをなくしたかなんかで、うん、ないと前の日の晩に、うんうんうん、で親がこのマスをね、うん、作って、はいはいはい、これに押してもらいなさいと、うん、でも半分ぐらい行ってっから、うん、半月分ぐらい押してもらわないといけないじゃないですか、うんうん、で言えるかとなくしちゃったんで、うん、6年生が押してくれるんだけど、うん、こっからここまで押してもらっていいですか、うん、って言うんだよって言って、うんうん、分かったっつって僕その頃あんまりそうなんていうんですかね今みたいなもう誰ともやっても負ける気がしねえみたいなタイプじゃなかったから、うん、弱気なね小学生でしょ小3ぐらいで終わりラジオ体操終わってもうすっごいドキドキしてるんだけど、うん、並んでくださいっつって6年生がこう押してくれるんだけどね、うんそんなにいっぱい押してもらうから悪いじゃん、ね、時間かかるからちょっと気使うんだよね、うん、そうだから、うん、あどうぞどうぞっつってそう並んでる人もえなんでってなるんだけど、うん、まあ横井君がそうやって言ってくからまあいい僕は一番後ろに並んだんですよ、うんうんうんね、でいよいよ僕の番になった、うん、であのすいませんこのちょっとこれにって言ってたら6年生があはいって言ってその日のハンコだけポンと押して、うん、僕返されたんですよ、うん頭からその日まで半月間毎日ちゃんと来てるのに、うん、そのお母さんが作ってくれた新しいラジオ体操のカードになくしたんでここからここまで押してもらえますかが言えなくて泣きながら帰ったかわいいギューってなるでしょギューってなるでしょ言えなくて泣く言えなくて泣く
そんな頃があったの、へえ、だからもうラジオ体操っていうワードを聞くとそれを瞬時に思い出してギューッと目がかわいいね。いやでも今行かなくていいんだね。行かなくていいんだって。ノリがさ、フェイスブックで言ってたけどさ、行っても座ってる子がいるとかね。へえ、いやいやいや、何それ、暑いからやろうよ、ラジオ体操第2まで、第2はなかなか覚えきらんよ、第2はなかなか本当にゴリラみたいなやつやろうよ、ここ懐かしい。どこに聞くんだあれって、まあね、そんな夏の思い出でした。ありがとうございました。注ぐ太陽、何度でも行きたいあの島、沖縄島を愛してやまない人々が作ってるディープな沖縄の情報のサイト、沖縄リピート。はい、ウレザーです。4人同士でちょっと遠巻きにどうするみたいな時間を過ごしつつ、でもこっちの別中の女の子たちはすっげえ可愛いんですよ。おだからこう係員に話しかけられたりとか、あーなるほどなるほど、そっちでキャッキャしてんの、俺たちはどうすることもできずみたいな、うん、けどなんかまあちょっと触れ合ったりなんかして、じゃあってなってボーリングでも行くかみたいなの流れで着替えて外出て、じゃあチャリッコにステップついてるから後ろ乗ればみたいな感じでチャリ置き場まで行ったらチャリがないわけ。あ、俺の新品のあのママチャリ茶色い、うん、ないなと今、まあ、なんかあのなんだっけそれ、ほらなんだっけ、言えないや、あれあれ、あれギバチャでしょ、踊る、そうギバチャ、そうそう後ろから踊るダイソーさせんって言われたの、うん、ないぞと、うん、よくよく考えると、うん、浮かれすぎて、うん、鍵抜くの忘れてたんですよ。うわせっちゃりされた。でも俺の後ろに乗るはずだった女の子、どうしたどうしたみたいになってるから、あ、あんあん、あれちょっとみんなと行ってみたいな、チャリンコあれどこ止めたかな俺みたいな、うん、はんはんはん、ちょっと思い出せないから探してから行くわみたいな、ちょっと格好つけて、いやもうすっげえ焦ってめっちゃ怒られると思うお母さんからね。でもそっから自分の知ってる交番まではだいぶあって、うん、今でね携帯でできない、そうだよね、そこまで行って、うん、盗難届出して、うん、そこの電話借りてお母さんに電話したら、うん、かわいい、電車盗まれて、そしたらもうあのよくあのアニメとかである受話器から椿が飛ぶみたいなのあるじゃない、あーってなるやつ、そうってね、もう向こうでギャンギャン言ってるやつ、あんたはそんなところから開けん泥棒の言うて、なしょなそれみたいな、テンション下がって、そこから家まで1時間ぐらいかかるんですか、うん、歩いたら、うん、とぼとぼ帰ったあ結局デートももう終わって、終わりました、あれは、まあ、合流できず、できずね切ない夏ばっかりするんですよ俺今カチと SKE48 さんからこんにちはって、 あ、こんにちは、ありがとうございます、ありがとうございます、今あのせいさんの夏の、ね、切ない思い出を話して、夏の思い出 ね、うん、本当にヘヨスカして、ヘスカしてないからでもいつもねコメントいただく、うん、ありがとうございます、ね、本当に嬉しいな、聞いてくれてる人がいるんだね、本当だねありがとうね、嬉しいね、いやでも閲覧6人とかなってますよ今、これを見てるの、うん、3画面で見てる人とかいないいねえだろそんなトレーダー、トレーダーとかでさちょっと合間にはい、じゃあウライダー終了です、ゼロだったのにね。沖縄大好きケコのコーナー、イエーイ、行きましょう、行きましょう、本土ではお盆は終わりましたけれども、うん、沖縄は今日からがお盆の入りです、うん、今日の沖縄大好きケコのコーナーは沖縄のお盆について紹介したいと思います、うん、清田のロシーのねちょっと力も借りながら、沖縄のお盆は旧暦の7月13日から15日までの3日間、うん、今年は本日8月22日から24日までがお盆、
はい、全国的なお盆とは日程だけではなく細やかな風習が違うことは広く知られていますよね、はい、この沖縄の盆初日はご先祖様を迎える本日運慶、2日目は3日間の真ん中として、中日最終日をご先祖様をお送りするウークイと言いますけれども、うん、それぞれに、しきたりや決まりごとに沿わなければなりません、うんうん、運慶の日は今日ね朝は仏壇をきれいにしてこれから始まる沖縄のお盆3日間のために、お供え物や飾り物を整えます、うん、沖縄のお盆での仏壇飾りは中心の位牌のお線香を立てる香炉とお水以外はほとんどが、両脇に継いで飾られるこっちとこっちね右と左にね継いで飾られますので備えるものもすべて2つずつ準備をしますついでにねついでにいや違う違うついでついで、ね、ついでにじゃないから怒られるから祖先にあともうちょっと近づいてもらっていいですか面白いこと言うにしても、ね、何年やってんだよラジオね、はい、お供えをするものはお茶お酒、お花のほかにスイカやアダンの実、うん、サトウキビ、うん、龍眼グーガ、グーガって卵のことらしいですよ、みかん、生姜、団子、野菜類、里芋、麦粉、米などなど、お供え物にはそれぞれに意味があるんですけれども、例えばサトウキビの長い棒をお仏壇の両脇に飾るのは、はいはい、ピンポン、はい、はいはいどうぞ杖あピンポーンよしご先祖様が家まで歩く際に使う杖の役割として飾られているそうです一ウクイ一ウクイね、まあ、今日は一運慶やな一運慶ゲットでそして運慶といえばジューシージューシーとは沖縄の炊き込みご飯のことですね、うんでは運慶になぜジューシーを食べるようになったのかというと言うとピボーン、はい、飯食うんけ、うん、ブー、こんな神話があるそうです関係ねえか関西弁本当だよ、お父さんとお母さんと息子の3人家族がいました、うん、そんな中お父さんが亡くなり、うん、息子もすぐに亡くなって、うん、お母さんは亡くなったお父さんは息子も守ってくれなかったと悔やみました、はいはいはい、そしてお盆を迎えましたがお母さんは何の準備もできません、うん、神様がお父様のお父さんの代わりに、どうして盆の準備をしていないのかを尋ねると、うん悲しみのあまり何もしていませんとお母さんは答えたそうですなるほど、そこで神様は精進料理やお盆の準備は間に合わないので、うん、ジューシーなら早めにできるから作ってお供えをするように伝えたのが運慶ジューシーの始まりと言われている神話があるそうですへえって君だけだろうちなんちゅうは知らなかったいやいや知らないですだって白飯が一番早いだろっていうことですそう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 神様呼んでおい神様と白飯だろと本当だよね、うん、あでも沖縄だから、ね、しかも生米だ炊くのも時間がねえから、ね、生米でいいから飾っとけっつって2日目の中日ですけれども、この日はおじい&おばあも1年ぶりに家に帰ってきて、自宅でゆっくり過ごしていると思われるので、はいはい、特に行事的な予定はありませんなるほど明日ね親戚が来る、そうね、そのためこの日は親戚の家に行き仏壇にお参りをする、うん、いわゆる挨拶回りをすることが多いようですうんロシも行くのいやー行くかないやうがん不足ですようがん不足だね本当ね、はい、であとそして、最終日のウークイは旧盆で一番大事な行事で、うん祖先をあのようにお見送りする儀式です、うんウークイには必ず家族が集まり一年の出来事を祖先に報告します、うん、そしてあの世でのお金打ちかびを用意して、うん、送り火のように燃やして一緒にお見送りをします、うん、ただね驚くのは、うん、打ちかびを家の中で燃やします、うん、なんかね福岡では外で燃やすんだよね、うん福岡も打ち壁燃やすの？あ、打ち壁ではない、なんか別のものをね、はいはい、なんか木みたいなのを燃やして、まあ、送るっていうのをやってたんだけれども、はいはいはい、沖縄ではうちの中で燃やすよね多分そうですね、うん、で、ボールのようなものの底に網を引いてその中に打ち壁を入れて燃やすんだ、うん、そうでしょそうそう灰が下に落ちるんだそうね、うん、そのボールみたいな中のねで、この打ち壁はあの世で貧相な思いをしないため貧相なね、うん、貧相貧相ね貧相ねひもじい思いねそうそう貧相って沖縄では言うんだってで紙食うんだよねそうそういや紙食わないよね
ヤギ的な、ヒージャー的な、うん、違うよね。そうでしょ、うん、全然違うよね。で、ちなみにこの内カビの価値ですけれども、うん、この世では500円ぐらいですが、うん、あの世では2億くらいの価値があるそう。こりゃすぐさまあの世に行かねば行かねばなんねえな、内カビ持って、かなり裕福な暮らしができそうですね。あとすごいインフレなんだね。そうだよね、あっちはね。そうだね、ね、こんなにあっても500円の価値がある。そうそうだよね。俺は大変だよ。あと旧盆には必ず帰ってくるんだよ。これは本土に行っているうちなんちゅうが必ず両親やおじいおばあから言われる言葉です。正月は帰ってこなくても盆には帰ってくるというのが沖縄の常識。帰らないと親不孝者と言われ白い目で見られることもあるそうです。長男は大変だよね。大変だよね。沖縄の旧盆の楽しみ方としてはエイサーやミチジュネーがあります。エイサーはもともと旧盆のウークイ3日目ね、送り火の時にご先祖様をお見送りする儀式の一つだと言われています。道樹年は各地域の青年会が集まって地域の細い道、まあ、なんていうのかな、筋具合っていうのかな、うん、まで、もう練り歩きエーサーをするということで、あさってのウークイではそんなエーサーや道樹年が結構ねここら辺でもやるんだよね。やるね、結構やりますね。結構やるよね、うん、その、あの国際通りとかじゃなくて、うん、このちっちゃい細い道で、うん、その地区の青年団とかが ね、道中ねが見られるかもしれませんねということで、うん、祖先を思いやる気持ち、うん、敬う気持ち、うん、稽古の敬は敬うこと書いて稽古と言います。もうちょっと敬ってください。稽古さんが敬うんじゃなくて、じゃない、私を敬ってください。あたすは神様だよ。敬えよと。あたすが神だ。いや、あたすが神様だ。ということで沖縄大好き稽古のコーナーでした。ストレス社会で頑張る女性の皆様、プライベートな南国空間で心と体をリチャージしませんか？ユイレール麻戸駅から徒歩1分、よもぎ蒸エナジーリラクゼーションサロン、マカニ沖縄。イザラジ、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 イザラジ。それではメールのコーナーです。今週のメールテーマは大好きだったあの頃大好きだったドラマということでね、いろいろありますけれども、うん、はい、それではまずせいさんからお願いします。はい、今はいさーい、はいさーい、1から17日までライオキー旅、台風が5日連続発生かっこ笑い突然のスコール、ケコさんロッシー会えず、会ってないの、うん、会えなかったの、ね、飲めず話せず利用機となり申し訳ありません。いや珍しい、僕2回か3回やってるから、ね、そうだよね、来てくれたからね、うん、ライオキー2回だけバナミに蕎麦フルセット食せました、うん、夜は自慢や元奉行のミニハンバーガーで肉味堪能、うん、島立に行き沖縄の味を堪能させていただきました。ありがとうございます。生産の店をコンプリート、センキューってな感じな、今夏来沖旅を終えて一日も早く再来沖したいと。また、うん、早いな、ため息ばかりの48歳、大好きです。ありがとうございます。ありがとう。大好きだったドラマのテーマですが、最近ではケーブルテレビが普及しているので懐かしいドラマが見れますね、うんうん、同世代男子なら西部警察、うんうん、ね、太陽に吠えろに続く石原軍団の代表作、うんうん、いいね、誰もが見たはず必殺仕事人、渋い ね、うん、ね、中村マラモンドの絶妙で滑稽な自宅や昼仕事から悪い人始末する仕事人の姿のギャップがいい、うんうんうん、難病の専念治療してしいる、坂口健二さん主演したイリューメディカルドラゴン、面白かったな、これくそ面白かったね、漫画が面白いからね、本当にね、その影響でドクター X も見てました、うん、医療ものはね、医療ものは間違いないよ ね、 いいね、本当にね、現在放送中ハゲタカ、ハゲタカいいね、必見ドラマになりつつあります。見た人しか分からんですが、今も企業買収し最後の最後まで、放たれるセリフがいい、ふんふん、あなたはまだ生きてる、すごく短い、すごく短いですがセリフに込められている作者の思いと強さ、伝えたい意味を理解すると面白いよね、ふんふん、先週の切ない恋バナ聞いて同世代なら東京ラブストーリー、夏子とやない、夏、なるほどって言おうとしたら夏子そうって言った、夏子そう鈴木保奈美と小田裕二、うんうん、ね、カンチ、うん、セックスしようでしょ、しよう、うん、しよう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 言うな、いや可愛かったな、可愛かったね、でもあの漫画とすごいこう近しい感じがしてね、よくできてましたね、よくできてましたね、
切なかった。高知の学校に行くんだよね、うん、最後ね。あ、愛媛か、愛媛だ。ね、愛媛ね。うん、あ、うち子な、あ、うち子なんだあれ。故郷はうち子。中学校の校舎は、これなんていうのかな。うん。高原、久高、久満高原町だから分かんないな。うん、そうだね。駅は梅津寺町でした。あ、ロケ地がってことね。23年前ぐらいですけど、当時付き合っていた彼女と一緒に旅しまして、お、翌年のクリスマスの夜別れたよね。あらまー、セックスしよ、ね、誰とだよ。ドラマベスト5です。イザラジの皆様、ドラマ話楽しみにしてます。ありがとうございます。懐かしいな。でも本当いいドラマだったよね、うん、杉並と小田裕二が共演するってね、二十何年ぶりにね。あ、そうなの、うん、なんかこの間ヤフーニュースからか出てたよ。私アスナロ白書とかも好きだった。あ、あれもよかったな。まだキムタクも若くてね、よかったよね。西田ん、西、いや違う、光る、石田、石田光る、光りるうやむやなのはやめましょうか。そう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 、妹の方だよね、うん、そうだよね。いや本当に、じゃあ次いきますね。はい、ちょっと待ってください。イザルの皆さん、こんにちは。ピーチママです。おー、ピーチママさん、ありがとうございます。大好きだったドラマたくさんありますよ。まず物心ついた時に見ていたママはアイドル、うん、父が中山美穂ファンでね、中山美穂ファン、うんうん、そりゃもう毎日ミポリンミポリン言うてうるさかったです、うん、私はあれの主題歌派手が好きでしたね。派手だねってやつね。ハゲもいいけどよくないね。次に101回目のプロポーズ、これは名ドラマですよね。僕はチリマチェンね。そうね、小学校の 時だったんですが、当時の私から見てもモテモテすぎる浅野敦子が恨めしかったです。何気に竹内力、イケメン役で出てたし、出てたっけ、痩せてるし、今子供たちにチャゲアスを聞かせて洗脳しているのでこのドラマの僕は死にましぇんも再現して、いかに最高な曲セイエースドラマだったかを教えています、うんうん、あと何回も再放送され、その度に見ていた29歳のクリスマス、うん、私も見たなこれ。山口智子と松下由紀のコンビ最高でした。切ねえんだこれが、ね、あ、また見たくなってきた。もっとありますが今日はこの辺で。やはり昭和の時代が良かったですね。今はドラマほとんど見ないです、うん、もっぱらラジオ派です。ではではということで、ありがとうございます。そうなんですよ、すごい良かったよね。101回目のその頃、タカヒロたち生まれてる、生まれてたか、まあまあ僕も生まれてはいましたけどなんだよそれ、見てはないですよね。いや再放送とか、あーなるほど、そうかそうかそうか。ちなみにタカヒロは何歳？34。ケンジは？あ、ダメ。あ、そうなんですか。そう、あ、今年34なんですか。ああ、じゃあ同級生ですね。あ、同級生なんだ。ああ、そうなんだ。ああ、そうなんだ。じゃあ、家庭飲みに行ってください。うん、34歳会をね、やったね。ね、ありがとうございました。はい、じゃあ次お願いします。ゲシです。はい、はい、こんにちは。ありがとうございます。台風が多いですね。梅雨明けが早かった今年は嫌な予感がしました。そうなんですよね。予感的中台風が次々と来ますわ。沖縄は大丈夫ですか？大丈夫です。割と大丈夫です。テーマドラマは東京ラブストーリーと言いたいところですが、ビデオを撮ったり忘れた頃にまた見たくなるのはグッドラックです。なははは。キムタクと堤真一のパイロットのドラマ、お、面白いねこれ。言いたいことはそれだけかの堤真一がかっこいいこと。堤真一さんかっこいいよね。かっこいいよね。うん、キムタクのぶっちあけ、違うぶっちあけやろぶっちあけって書いてあるね。ぶっちあけ、そんなセリフがあったのかな、うん、ぶっちゃけぶっちゃけって言う、あーちょまれよいいからのセリフも笑いました、うん、こう何回も見ているとこれはないなってこともありましたあ、業界的に ね実際に空港やホテルでパイロットと交配、副操縦士の交配って言うんだね、カチカチのおっぱいみたいな、うん、そうだね、を見かけると堤真一やキムタクみたいにかっこいい人はいないです、うん、でしょうね、うん、飛行機好きなゲイシーは全日空の工場見学に行ってセミナーを受けて部屋がキムタクの控え室でびっくりです。格納庫で飛行機を見たら頭の中でぐるんぐるん山下達郎のライドオンタイムが、なるほどなるほど、そうだったそうだった、エンディングで流れてた曲ね、うん、ちょっと憂いまぶしそうに黒木ひとみぶってえくぼしてみました似てねいいねゲイシー、いいね、面白いね、うん、すごいウケてる、うん、すごい今黒木瞳とそうゲイシーがダブっちゃったね、いいね、今ねギャップがすごいっていう、面白いね、いやいいですね。いや何だった、私さ、あの大和なでしこがすごい好きで、どんな絵、あのね、堤真一とが数学者かなんかの話、
で、ヒロインは松嶋菜々子なわけで、あ、ひこ見た見た見たでしょ、あれでしょ、噴水の中で、そう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 、船から落ちちゃって、そう CA なんだけど、うん、すごい貧乏なのよ、代官山のね、そうでもここに住んでるっつって嘘ついて、そうそうそう、汚いアパートに住んでんだけど、そうそうそう、火事になっちゃうのよ、そこが、そうなのよ、全部知ってるじゃないですか、誠司さんも。でもあれなのよ、あのカメレオンがね、あ、カメレオンがいるの、これ誰も誰が持ってきたのっつって、そう、でも自前にもあるよね、カメレオン、あれを僕はイメージしてあれ見つけてた時に、うん、あ、これ買おうと思ったわけ、すげえ、分かった、あれやっぱり、あ、すごい、あの時のカメレオンが私ピンときたな、そうだよね、あの You're every scene すごい好きだった、君は、私、うん、私はね、あれなのよ、高橋義明知ってるかしら、今ちょっと調べちゃったんだけど、高橋義明っていうね、うん、イケメンアイドルがいたのよ、昔、昔に、うん、うん、でね、お呼びでないやつっていう土曜日の7時半かなんかの枠で、うん、7時からかな、所ジョージ、植木仁、この高橋義明っていう3人で、うん、こうなんていうのかな、3代渡って音ボケた男3人組の織りなすコメディドラマだったんだけど、お呼びでないやつっていうのがすごい良かったわけ、面白かったの、ところがこの高橋義明君は不良の事故で亡くなるんですよ、うん、その これがまたいろいろあるんですけど、すごい天才だった、役者さんとして も能力が高くてね、だから幼い頃にこの人を見て、うん、ああ僕ああいう男子になりたいと思ったんですよ、そうなの、そう憧れた人なんですよ、僕最初に男でね、へー、うちの子に限ってとかもですかね、これね、これね、せいさんがいつぐらいのやつなんですか、何年これ、1985年とかデビューで、そうね、1980年代、俺が12歳、小5小6、その辺、あ、なるほどなるほど、の時に憧れるお兄ちゃんだった、すごい、じゃあでもこれに影響されてその演劇の世界に入ったりしたの、うん、そうではないみたい、そうではないだいぶ後だからね、そうかそうか、演劇の世界に入ったのはノリだから、そうかそうか、俺もできそうみたいな、なるほどね、うん、ちなみに30秒でロッシュお願い、僕はコーチっていう映画、あ、ドラマでサバカレーのその玉置浩二主演の、知らないです、誰もわかんない、さあ田園が主題歌、そうそう田園が主題歌の、 あれよかったんですよ、あー、よかった、コーチ、うん、ウライダーで喋りますんで、カタカナでコーチ、そうですね、多分、そう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 、あのさ主題歌がすごい合ってたよ、ね、流行りましたよね、流行りましたよね、早まった早まった、はい、ありがとうございますそういやマグロ食べたいな、そういやマグロ、マグロ港から直送、超新鮮、そういやマグロ、マグロ港のポケモンデッチ最高、そういやマグロ、マグロ昼はラーメン、夜は飲むぜ、マグロが食べたくなったら迷わずあのお店に行ったらいいよ、あのあれよ、カタカナのよ、明日見ろ、そういやこちら国際通りの韓国レストラン沖縄プリズン、韓国ステーキ、プリズンバーガー、囚人パンケーキ、780円から。至急現場に急行せよ。あなたも収監されてみない？沖縄プリズン。イザラジ。それでは今週のセットリストの紹介です、はい、1曲目東京スカパラダイスオーケストラで世界地図、うん、2曲目矢井田瞳でモノクロレター、はい、3曲目は今月のピックアップソング、来週の、ゲストにも見えていただける、はい、ブカラサオールスターズでタイムトゥーセイグッドナイトでした、はい、貴重な、いよいよそうです、はい、ほら、はい、来週のメールテーマです、うん、来週のメールテーマは今のあなたのワクワク教えて、この平成の時代にありますかもう平成も今年夏は最後だからね、分かりやすくワクワクしてますか、トーン下がりましたね、せいさん誰がワクワクしてやめなさいよ、すさんだ世の中、あれだよ今日がそんな気分なだけです、そうですね、いやいや来週ワクワクしてるかもしれないですけど、世紀末ですよ、じゃあ来週世紀末の時はまさに世紀末、そっちそっち、ロニンキョの館じゃないの、トムキャットですわかんないから、懐かしい、誰もわかんないからということでね、
大丈夫ですか。大丈夫です、はいはい、はい。この番組はもっと沖縄が好きになる居酒屋自慢屋、水道一筋50年ライフラインを守ります耐震工業、ディープな沖縄情報サイト沖縄リピート、よもぎ虫エナジーリラクゼーションまかに沖縄、那覇市西町マグロ料理専門店明日未来、牧師郵便局向かい楽しい監獄レストラン沖縄プリズン、以上6社の提供でお送りいたしました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。いや、じゃあケンジとタカヒロありがとう。ありがとうございます。頑張れよ M1 な、 M1 頑張ってね、ほんとね。R1 に出るときは連絡してピンなんだもん。そうだね、そうだね。ということでね、はい、また来週も頑張りましょう、はい、ということでバイバーイ。バイバーイ。